はい、どうも皆さん、編集部アドソのカーネルです。そうなんでございます。今回は言いたいことが2つあります。1つ目はイベントについてです。今回はスクラッチイベントが開催されました。で、この画像を見て違和感を感じないか。今、極みコラボ期間中やのに、極みとは関係ない半熟時が実装されている。そう、また場違いな真似してるんだよ。どんだけ半熟時好きなんだよ。まったく勝手な人だ。多分スターダストの関わりあったキャラとして実装したのかもしれんけど、それならサガを実装した方が良くない？そうやな、そっちの方が筋は通ってると思う。ただ色男の流儀ってイベント名になってるから、和樹と優也だけで収めた方が良かったような気がする。確かに。ちなみに能力はこれになります。おお、優也の競争と反の敵全体攻撃、クールタイム減速はドンパチやタイマンでかなり活躍できそうやな。2つ目はアニメーション廃止についてです。俺らは今回の廃止によるユーザーの大反発で、運営が方針を変えるのか様子を見てたんですけど、そのつもりもないようなので、この態度に不服を感じている方は運営にけじめを取る方法が一つあります。それと返金です。で、返金に成功した方の一例は上記の文面になります。なるほど。ただし返金に関してアップル側のユーザーは成功している方は何人かいるんですが、 Google 側は運営側との交渉になるので成功しにくいかもしれません。運営よ、今まで人の話を聞かずに悪化したつけをユーザーに押し付けたらどういうけじめを取られるか見守ってしまえ。ほら、徹底的にやらせてもらいますよ。以上です。チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではバイバイ。